ガス株式会社がお送りします。今日は長芋と赤カブのかきたま汁、ある魔法のアイテムがいいアクセントを加えてくれるんです。天谷調理製菓専門学校の岡島先生です。よろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、今月は冬野菜をテーマにお送りしていますが、はい、今日は長芋と赤カブですね。はい、どちらも冬野菜ですし食感がとてもいいですよね。うん、今日はふわふわのかきたま汁でほっと温まってください。では赤カブから切っていきます。赤カブ 80g です。赤カブをですね、ちょっと汚れのある頭とかからお尻の方はちょっと切り落としていただいて、縦に4等分に切って端の方から、いちょう切りにしていきましょう。少しですね食感を残したいので厚切りでいいと思います。今日はなめこもですね使っていきます。なめこ 50g です。お水の中に入れていただいて、そしてさっと洗って水気を切ってほぐしておきましょう。次は長芋ですが、ここでマジカル麺棒の魔法で長芋のとろみと食感どちらも楽しめちゃうんです。はい、では長芋の皮を剥いてビニール袋に入れて叩いていきましょう。はい、はい、ちょっと皮を剥きますね。長芋 200g です。でちょっとこう切っておいてください。はい、はい、ざく切りですね。はい、袋に入れましたら、はい、入れましたらこれで、はい、叩いていきます。ここで麺棒で叩くんですね。はい、叩くことによって、つぶつぶ感が残って美味しいですよ。とろみも長芋のおかげでつくけども、はい、その長芋の食感も一緒に楽しめる、はい、というわけですか。すりおろすよりも叩いて食感を残してください。麺棒がない人は瓶で叩いていただいたり、木べらで叩いてもいいですよ。こうやって潰してもね、はい、こうやって、はい、私のこの魔法のステッキはダメこんな感じでいいです。はい、見てください。ちょっと触った時に、はい、あのつぶつぶ感が残ってるぐらいですね。はいはい、 残ってますよ、はいはい、叩いた長芋と卵2個を空気を含ませながら混ぜましょう。こちらにですね、カツオと昆布の一番出汁があります。はい、出汁 600ml です。はい、ではこちらに調味料を入れていきましょう。お酒ですね。酒大さじ2、はい、お醤油、醤油小さじ1、お塩、塩小さじ1/2です。はい、こちらにですね福井の、まあ、郷土料理で代表的な食材、はい、内豆を入れていきましょう。内豆 20g です。はい、中火弱ぐらいで内豆を煮ていきましょう。内豆の周りがちょっと柔らかくなっていれば結構です。中はちょっと硬くても大丈夫です。はい、ではこの辺で赤かぶらを入れていきましょう。はい、赤カブに火が通ったらなめこを入れます。なめこを入れまして、温まってきましたので、その火加減のまま、長芋と卵を混ぜ合わせたものをまず入れる前にちょっともう一回こうふわっとさせるといいかもしれませんね。はい、いきます。というかなんかスポンジみたいな感じ、ね、本当だ。はい、はい、全体に少しずつ流していきましょう。この周りが白くにね、火が入ってきたら、はい、蓋して、はい、ちょっと蒸します。火を止めましょう。はい、火を止めるんですね。はい、はい、なるほど。もうこれ以上火入れしないってことと、止めて余熱で火入れるといいかなってことですね。それがふわふわに仕上がるポイント。はい、そうですね。1分以内で十分、はい、はい、火入ります。下手にかき混ぜない方が、ちょうどあのスポンジケーキを作るときのような感じでね、はい、ふわっときますのでね。じゃあ蓋を取ってちょっと火を再びちょっと軽くつけます。再び火をつけたら、はい、もう軽く混ぜるんですか。はい、はい、大丈夫です。煮立ってきたらもう止めてくださいね。はい、もう火入ってます。お椀に注いだら三つ葉を振って長芋と赤カブの
かきたま汁完成です。ふっくらしていますね。いただきます。はい、卵のふっくらふわっとした食感を長芋のとろみがコーティングしていて、そしてその中に長芋のつぶつぶ感が残っていて、すごく新しい新食感なかきたま汁です。味なんですけどもシンプルで、本当に出汁がベースとなって素材のそれぞれ の、はい、あの美味しさを楽しめる、はい、落ち着くかきたま汁でした。長芋と赤かぶのかきたま汁、材料のおさらいです。材料は4人分です。今日紹介したレシピは FBCI と FBC アプリでも公開しています。ぜひチェックして皆さんも作ってみてください。今日は麺棒の魔法で長芋の食感がアクセントになったかきたま汁になっちゃいました。ほんとマジカル。